はい、ということで始まりました。いや、こんな始まり方あるみたいな感じなんですけど、なんとですね、今回、ご紹介させていただくものがですね、なんと私にもカメラの提供が来ました。ありがとうございます。嬉しいです。ということでご紹介させていただきたいと思います。他の元ブロガーさんとかもいろいろご紹介してるんですけれども、その商品が何かっていうと、インスタ 360R ツインエディション。イエーイ。そうなんです。ということでこちらインスタ 360R というカメラを提供していただきました。こちらのカメラですね、なんとアクションカメラになっております。アクションカメラでバイクだったりとか、あの自転車のアクションを、なんとこれ1個で360度の映像と、普通にこんな感じで GoPro とかと同じように普通の正面のカメラで使ったりすることができるカメラなんですね。これすごいですね。実際に使って試してみたいと思います。これと、もう開けてしまったんですけれども、インスタ360さんから販売されているカメラ、バイクに取り付けだったりできるようなバイクセットっていうのと、あとは我々元ブロガー必須品ですね、マイクアダプター。これがないと声が入れられないので、どうしようもないみたいな。これも送っていただいたんで、全部使ってみてどんな感じでバイクで撮影できるかちょっとやってみたいと思います。ちなみにこちら、もう一度開封してしまったんであれなんですけれども、一応開封もしていきたいと思います。あかね。よしよしよし。おー、そう、こんな感じで、まずは GoPro と同じような感じですね。これシングルカメラですね。おー。って感じで、この感じでこのカメラを取り替えることができるんですね。こうやって組み合わせると、こう、次は360度のカメラになります。このカメラを2つ使い分けることで、アクションカメラ状態と360度カメラを切り替えることができるっていう感じなんですね。すごいですね。で、これがバッテリーです。で、じゃあ実際に組み合わせてみましょう。じゃあ今回360度でまずは撮ってみたいんで、モニターをここに設置しますね。モニター設置できましたね。で、これにこいつを組み合わせるんですけど、付け方の順番としては、先にこっちをこうやって組み合わせて、そして上の面と下の面、この下の面がこう合うようにしっかりで合わせて、これをくわーつけたら、この時ね、しっかりくっついてるか確認しないと落ちちゃったりするんで、落とすと危険って書いてあるんで気をつけてください。じゃあちょっと実際カメラ電源つけてみましょう。おー、おー、すごい。で、これを見るとわかるんですけど、わー、僕が映ってますねー。まあ、まずは一旦これで撮影していきたいと思います。この中には保証書だったり説明書だったり、あとはカメラのカバー、その360度カメラを持ち運ぶ時用のレンズカバーがついてます。あとはカメラのレンズ拭き。ありがてー。じゃあちょっともう組み合わせてしまったんですけれども、三脚頭につけれるバイクのハンドルにかませられるようなものですね。これを緩めるとここが緩くなるんですよ。これでハンドルにかませて360度カメラで撮影できると。これめちゃくちゃいいっすね。あとはそのマウントセットですね。ヘルメット等とかにマウントしたりするセットたちがいろいろ入ってます。これはあと組み合わせて使いたいと思います。こちらの最初から入ってますこのケースにこれを取り付けて、しっかりロックされます。この状態で使用が可能な状態ですね。で、今回私はこれを使ってみたいと思います。おこれは三脚頭になってるんで、三脚頭のかませた状態で締め上げます。そしてこれをバイクに取り付けたいと思います。通常カメラ、これを使って動画の半分は元ブログを撮影してみたいと思います。動画の前半は360度の映像をちょっといろいろ流してみたいと思います。ちょっとこまごまキレキレとかにちょっと慣れてないのでなってしまうかもしれませんが、そこはご了承ください。ではバイクの映像に切り替えたいと思います。ではいこう。早速取り付けてみてやってみたんですけど、僕の場合このスマートフォンフォルダーがあったんで、このスマホフォルダーにこのバイク用のさっきの言ってたやつをかませてしっかりロックしてます。で、今録画開始してるんですけど、まあこのカメラの映像を見て分かる通りこんな感じです。どうですか。よし、じゃあ早速行ってみようか。で、
これ最初の半分360度カメラちょっと混ぜながらのモトブログみたいな感じでやってみて、後半は 360R のこちらのカメラの重要なところでもある切り替えられるカメラですね、360度カメラとこいつ標準カメラアクションカメラにもなるんで、そのアクションカメラの方でマイクアダプターを持ってきたんで、モトブログやってみたいと思います。よーし、 1R の映像もあるからどんな感じになるかな、楽しみですね。まあてか GoPro Hero 4の映像がこのカメラの近いけど、 この映像からだったらね、前も映せるし、もう自分自身もこうやって映せるし、横も映せたりするんで、これなかなか面白いんじゃないですかね。どんな感じでしょうか、わかんないんだよね、使ったことないから。あ、あれでしょ、かっこいい、よーい、届きましたみたいな感じで、こんな感じで今終えたかな、これ今ちょっとカメラでこう終えてたらね、面白いかなと思ったんですけど、こんな感じであのインスタ 360R 使えるっぽいっす。ちなみにカメラの録画なんですけど、5.3K ぐらいの映像を取り扱うことになりますね。撮影は 5K とかなんで、めちゃくちゃ画質いいです。さらにこれすごいのが手ブレ補正、これ手ブレ補正がやばいんですよ。今これちょっとバイクの振動でやっぱりカメラ揺れてるんですけど、多分映像にブレがほぼないんじゃないかなっていうぐらい、ブレてないんじゃないかな、あの結構やっぱ手ブレ補正とかも強いらしくて、もう360度撮れて、でこれ元ブログもできたら、これ1個で全部、あ、手振ってるのもね、今全部映ってるからね。映ってるからね、君たち。なんか悪いことした人みたいなね。これ1個で元ブログ全部できるようになっちゃうんですよ。だって360度の映像も撮れれば、元ブログこれ正面からの映像も撮れちゃうから。え、このインスタ 360R 神か、このインスタ 360R 神か、これは買いでしょ。いや僕ずっとこのカメラ欲しくて、いや皆さんもね、もしよければ下のリンクからね購入してみてください。本当にいいカメラですよ。ちなみにこれ360度カメラって言ったんですけど、本当に360度カメラなんですよ、本当に。で鹿の島半周してみてから元ブログ切り替えたいと思います。画面ね、バイク乗ってるし、あやばこっちではあれしてるわ、トラックが、トラックがすげえトラックが走ってるよ、ちょうどいい映像が撮れるわ、ええやん、いいっすね。どうですか皆さん、この景色なかなかこれ綺麗にあれなんじゃないですか、見れるんじゃないですか。じゃあ今回はね、普段僕まっすぐしか行かないんで右曲がりたいと思います。広大に広がる海、この中をツーリングできるのはこの福岡県鹿の島だけです。いや他にもあるかもしれないけど、このカメラすげえ、こんな感じで撮れるんだ、面白い。あでこれあの動画を撮影した後はこの360度カメラのどの部分を使うかっていうのを切り出して書き出して、あとは動画編集で取り扱うことができます。あーうわー、ちょっとやっぱりやばいな、ここ滝ゾーンでしょ、滝じゃん。やば、まだ砂が全然浮いてますね。これだけが辛いですね。でなんとこちらのカメラ、こんな綺麗な映像が撮れるんですけれども、なんと8月16日まで 10% オフで買えるんですね。このカメラ下のリンクからぜひ買ってくださいね。うおー、これバインディングとかもこうやって撮れるんですよ、面白いですね。よし、じゃあちょっとだけ行ってみましょうか。こんな感じで映像も撮れるんですね。いやーどうでした、今みたいな感じでかっこよく撮れるんですね。どんな感じに撮れたかな、ちょっと見てみよう。見てからこっちの方で元ブログもね半分撮ってみたいと思います。じゃあちょっとカメラを切り替えたいと思います。じゃあ一旦カメラを切り替えると、ということでカメラを切り替えました。で僕ちょっと今音質チェックっていうかテストしたんですけど、かなり映像も音質もクリアだなと思って、これ最強のカメラじゃない。で、一応 Hero 4で撮ってるんですけど、見た目はこんな感じです。
かなりちょっとごつくはなるんですけど、でもまあ普通に重ヘルメット別に GoPro Hero 4とそんなに重さ変わんないなって感じですね。じゃあちょっとエンジン始動していってみましょう。映像美の違いとかもちょっと見てほしいです。僕もちょっと気になるんで見てみたいです早く。よし行くぜ。僕の画角のこの向きのせいがあるんですけど、ちょっとだけ多分下向いてるんじゃない、普段より下向いてるんじゃないかなと思うんで、ちょっと上向き目で動画を撮りたいと思います。行くぞ。ついでに僕のマイクアダプターのこの取り付け方法なんですけど、ありがとうございます。僕のマイクアダプターの取り付け方法なんですけど、インカムの録音、左耳のインカムの録音と自分の声の録音をこれでやってます。これすごいぞ。映像はちなみに今 2.7K の 60fps で撮影しております。ちなみにこれ最大 4K まで撮れます。 4K のしかも 60fps 撮れます。まあ GoPro でももちろん撮れるんですけど、 4K 確か GoPro は 4K は 30fps まで、 Hero 4はですね、なんじゃないんかなって思います。いや、で、ちなみにこの僕がやっぱこの普段、乗ってる感じの、POV でですね、どれくらい、手ブレとかが収まってるかっていうのも見てほしいです。ちょっとできるだけこう、早めにこう、チラッと見たりしますね。チラッと向いたり、フワッと向いたり。いやー、このカメラマジですごい。これ一台で、元ブログ、マジで、なんでもできる。音も入れれるし、もうこんな360度の動画も撮れて、マジで完璧じゃない？バイクのセット、僕がここにつけてたバイクのセットは、あれは別売りになるのでご注意ください。ちょっとじゃあ、軽くですけど、軽くちょっとね、軽く飛ばしてみたいと思います。軽くね。はい、入る。ポーン。そして、右。楽しい。これ全然違うんじゃない？映像美。マジ気になる。この木なんの木、気になる木なんだが。視力が良くなった人間みたいな感じの印象ですかね。いやー、元ブログこれでいろいろ撮る幅増えるな。嬉しいな。ああ、水を踏んだ時の音。やっぱ下向いてるかな。やっぱり場所が悪いかもしれないですね。こんぐらい向かないともしかしたら正面撮れてないかも。どうかな。手ブレとかもやっぱヘルメットがこう結構こう揺れるんですけど、このブレ、細かいブレっていうのが多分全然ないんじゃないかなと思います。なんか色味とかも全然違うんじゃない。楽しいな。この映像が違うのも面白いよね。あと元ブログ始めたいっていう人でカメラ迷ってるなって思ってたら、もうやっぱこのインスタ360Rと GoPro1 台持ってれば元ブログの中では一番最強なんじゃないかなと思います。試乗動画とかもこのカメラつけていきたいよね。ということでですね、今回こちらのカメラをレビューさせていただいたんですけれども、360度も撮れて、元ブログも撮れて、完璧なカメラなんじゃないんですか。とりあえず猫カズポーイント 20,000! イエーイ。こちらのカメラもし気になった方はですね、概要欄にリンク貼ってあるんで、よかったらそちらから購入お願いします。さらに先ほども言った通りサマーキャンペーンを行っておりまして、8月16日までは 10% オフで購入することができます。バイクのセットとマイクアダプターを結構セットで買われる方が多いみたいなんで、バイクのセットとマイクアダプターをぜひご購入検討をお願いいたします。ではいきますよ。じゃんけんタイム。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方も画面下のボタンから登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ずるくこら。